おー、いい経験値じゃないか。言えてない。いい経験値じゃないか。言い直してみた。はい、ということで、今回も続きからやっていきたいと思います。で、まあ前回このマグマパークについて、ほい、噛みつきよった。まずは長老のところに、お前のことを待ってたんだぞ、待ってたんだぞ。なんかこの奥に、あっこか、長老が、ちっちゃい。ちっちゃいって。この人だけ赤くない、人じゃないけど。おお、アンセスなのじゃな。やっと戻ったか、待ちかねたぞい。今回はやけん時間かかったようじゃて、どこぞでめちくさでも食っておったのか。違うよ、今まで一生懸命やってきたんだよ。それともルキアと会っていたのかの。お主を探すと言って旅立ったのじゃが。あ、ルキアさんもここにおったんや。なんと、ルキアが死んだじゃと。ダークマスターもろとも自爆したとな。惜しいものをなくしたわい。ルキアのためにもマザー倒さねばの。でもえらいあっさりした感じやね。しかし焦ってはならぬ。お主は特別。命ある限り何度でも挑めばよい。不死身のお主ならそれができる。必ずマザーを倒せる。頼むぞい、アンセス。不死身って言っても、実際は不死身じゃないでしょ、人間だもの。ん？自分はアンセスじゃないとな？これは否ことを言うものじゃのう。お主はどこからどう見てもアンセスじゃが。ふん、どこかで頭でも打ったかの。どうやら記憶が混乱しておるようじゃ。そんなに自分自身が持てないなら、お主の相棒、バーディーに話を聞くがいい。あいつの顔を見れば、ちょいととぼけたお主の頭もちゃんと思い出しちゃろ。誰？え、人間？さあ、バーディーはあそこに見える提灯のある家に住んでおるぞ。え、あの女の子かな？それともしょっちゅう出てきよったでっかい鳥？とりあえずちょっと、話を。バーディーはこのマグマパークの誰よりもお前のことを信じている。相棒とはお前とバーディーのような関係を意味している言葉なのだろうな。まあ、もともとバーディーって相棒って意味でしょ？なんか水泳の授業で使ってたよ、その言葉。バーディーはアテン坊でさ、ルキアのばあさんによく叱られてたっけ。もうあの光景見られないんだよな。残念だよ、本当に。みんな話聞いたのね。聞こえたのね。この辺はお店か。え、店？ああ、店だよね。看板見えんかった、一瞬。バーディーと会うんだって？ゴールデンコンビの復活だな。ええー、私のバーディーはこの子じゃないの？キラーパンサー。あなたが戻ってくるのをバーディーは楽しみに待ってたのよ。アンセスの相棒は自分しかありえないって、いつだって誇らしげに言ってたわ。なるほど。提灯のある家って言ったよね。あ、これか。あ、なんかここにもおる。なんかちょいちょいこういうとこから吹き出しよるやつ邪魔なんですけど。またバーディーにまたがって空を飛ぶあんたが見られるんだね。あ、やっぱりあの鳥や。バーディーに乗って戦うあんたの姿にずっと憧れてたんだよ。君には乗れそうにないな。でも多分、ライドできるんでしょ？結構なんか、立派そうなお家で。誰もいないけど。バーディーとやら、バーディーって名前？おうおう、来た来た。ヘイ、マイホームにいるユーは誰です？なんかチャラいんですけど。なになに？外人さんっすか？おー、来た。ちょいちょい回想シーン出てきとった。おー、マイフレンド。なんか思っとったキャラと違うんやけど、もっと私ね、クールな感じを想像してたんだけど違うの。やーっと戻ってきたね。バーディーずっとずっと待ってたでーす。なんで片言なの？リベンジの準備はいつでも OK。ミーがヘルプするよ、アンセス。なんなんだ、なんなんだ。ん？おー、変なこと言いますね。親友の顔を忘れましたか？ほい。おー、ノー。でもノープロブレム。だったら思い出させてあげるでーす。メイに乗って空をフライすれば思い出すに決まってます。怖いんだけど、なんか顔とね、なんか言葉合ってないんだけど。さあ、マグマパークを出て北にあるエルピス山に行くでーすよ、アンセス。北にあるエルピス山。エルピス山のてっぺんから空をフライとして、怖いと乗り込むとするです。乗れるの？乗れるの？君に。
私まだ空中ライド覚えてないんだけど。資格持ってないんだけど大丈夫なの？しかもどこ行った？え？なんかいなくなりましたけど大丈夫でしょうか？ねえ、バーディーがエルピス山に行ったようじゃな。お主も後を追うんじゃろ？もう行ったの？お主ら二人ならば今度こそ勝てる。わしはそう信じておるよ。今度こそって何？今から何かに挑みに行くの私。てかちょっとバーディーさん見ました？今の私の相棒この子なんだって。とりあえずエルピス山とやらに、カルピスみたいな名前してんな。どこ？あっちか。なるほどね。やるほどね。溶岩のかけらを手に入れた。熱そう、そんなの持っとくの。あー、いいね。なんかこういう感じの。なんか、もみじもそうやけどさ、なんかリアクター反応。待ってよ、見たかったのに。鬼面同士。なぜ鬼面同士が、長老ではないの？ねえ、せっかく赤いのに。わざわざ緑の方を選ばなくても、そういうところは気にしないのかな、みんな。だってほら、バーディーだって体赤かったよ。ずっとさ、回想シーンセピア色やけんさ、バーディーの体の色全然知らんかったけど、あんな真っ赤やったんよね。もうすべてにおいて、想像と違うんだけど。何かしらリアクター反応、これ？いや、違うよね。これっすか？いや、違う、モコフル。モコフル、名前かわいい。名前、これ？光学的な歪みに隠された対象物を確認。対象の位置を波マップに記録します。ってことで、はい。中身は？ステルスボックスからダークマデュライトを手に入れた。なんか手に入れた。やったね。あ、なるほど。この溶岩の中に入ったらダメージがあるんだな。なに？こっち？こっち？どこ？この上？どうやって上がるのこれ。普通にこっちから行けばいいんかな。逃げてく、逃げてく。これ回っていけます？キリンみたいだね、あれ。キリンって言っても、おー、なんだなんだ。親子ですか？すごいね。ああいうの見れるんや。キリンって言ってもね、神獣の方ね。キリンビールとかの。あ、普通に回っていけるっぽいね。ぽいね、ぽいね。ぶつかった。なんだよ、低空飛行すんなよ、ぶつかったじゃないか。なんかあれやね、モモンは、弱っ。モモンはさ、なんか体汚れとるみたいな感じの模様ついてるけど。まあ普通に牛みたいな柄ってことかな。ピンクモモンは、何の柄もない。かわいい。お、しかも経験値結構あるじゃん。スライムマデュラがレベルアップ。いい感じだな。順調にレベルが上がっていくよ。これは、これも溶岩のかけら。こういう景色超いいわ。何あれ、お話ししてるの？鉱石の力を手に入れた。ん？これは何？水じゃねえか。へえ、灼熱の火山の中にもこんな場所があるんだね。憩いの場所か？ちょっと火山の中のオアシス的な感じ。よいしょ。ねえ、なんだなんだ、すごい勢いで現れたけど、どこから現れたの？ねえ、この子たちは逃げてくのにさ、あいつらは向かってくるんだよ。なんでだ。カチコチくるみを手に入れた。これ、行ってる場所合ってるよね。あ、合ってるか。うわ、びっくりした。なんだなんだ、モンスターか。いや、待って、上げて。上げて。上がらせて。石炭つむり。かわいい。かわいいけどさ、なんかあれよね、石炭つむりって。なんか、あの殻がさ、黒い剣かな。髪の毛みたいに見えん。女の人の髪の毛みたいな。なんかよくさ、ああいうの漫画とかであることない？高い位置でまとめとるやつ。現実では見たことないけど。なんか漫画の世界で、ちょっと上品そうなおばさんとかがああいう髪型しとるイメージ。てか全然さっきからさ、余裕で落ちてんだけど私。お、避けた避けた。イエーイ。これ合ってる？なんか方向違くね？こっちじゃね？
こっちから回っていけるんかな。まあいいや、行こう。もうなんだなんだなんだ、なんか現れたよ。デスプリースト。デスプリースト。これはあれなんかな。生きとった頃は神父さんやったとかそういう感じかな。なんか見た目的にそういう感じよね。かわいそうに。お亡くなりになってモンスターになったんだな。え、てかさ、ドラクエの世界ってね、こういうなんか、腐った死体とか、デスプリーストとか、もしかして元は人間やったんかなって思う感じのさ、モンスターがおるやんか。で、そういうのがおるのに、幽霊もおるやん、ちゃんと。それはなんか一体どういう基準なんやろうね。なんかその、天国に行く人と地獄に行く人みたいな感じで、モンスターになる人と幽霊になる人で分かれとんやろうか。ちょっと謎だ。てか思うんやけどね。思いすぎやけど。スライムマデュラの上に乗ってもさ、なんか私目立たんくね。まあ別に人が目立つ必要はないんやけどさ。てかこれ本当に行けるの？行ってるの？あー落ちそう落ちそう落ちそう、怖いよ。あ、ここす。ルーラポイントじゃん。ルーラポイントを起動します。なんかめっちゃ突っかかってきてんだけど。怖い。ルーラの行き先に灼熱の火山エルピス山、ん？エルピス山中腹が追加された。ね、私なんか超通り過ぎてない？あ、そっか、中腹だから、あれだ。多分、屋上じゃないわ。多分山頂に着いたら、いるってことか。なるほどね。山頂に着いたら、バーディーが。バーディーのあのキャラすごいなぁ。ね、すごい陽気だったよ。めっちゃ硬派でクールな感じを想像してたのに。やっぱあれだね。人は見かけによらない。人じゃないけど。外見じゃわからないんだ。謎が多いわ。てかこの世界本当、人間はいないのかい？あの、もともとセンタービルのところはさ、人が住んどったって言ったけど、あっこにしか人はおらんかったんかな。でもモンスターたちはさ、なんかめっちゃ普通に人と話しよりやんか。別に人がおることを不思議がるわけでもなく、あー人だ人だーみたいな感じやん。いや人だ人だっていう感じでもないか。なんか別に、なんだ？火山の地図紙読めなかったじゃないか。とりあえず何かしら称号をもらった。おお、バギクロスとか強いな。でもうちのスライムマデュラにはそんなに効いてないよ。ためきてボディ。あ、待って、私なんか周りの子たちの体力がやばいよ。ホエミスライムちょっと張り切って。じゃあちょっととりあえずベホエミ、自分にベホエミしときな。ん？いや、うん、普通に戦ってくれていいよ、他は。自分にベホエミしとかないと、ちょっとね、死んじゃったらあっちの回復もできないから。うわ、なんかギリギリ1だけ残してんじゃん、体力。じゃあちょっと待ってね。あ、間違えた。命令で、あ、もうベホエミが使えない。じゃあちょっと、ホイミをかけてあげて。そんなに回復しないけど。あ、もしかしてこの一発でやっぱり？ですよねー。やべえ、マジックポイントがないぞ。止まってくればよかったなー。ね。まあ、とりあえず、マデュラがいれば耐えられるはずではあるので。頑張れー。あ、もうマジックポイントゼロじゃねえか。ゼロじゃねえか。でもなー、スライムマデュラ、あれよね、防御高いけど、攻撃はそこまででもない。今、会心の一撃出たけどさ。しかも、ホイミスライムはゼロとかふざけとるやろ。頑張れよー。あ、やべえ、これは伐採マシーンが死んだことがちょっと痛いな。あ、お願いだ、耐えてくれ。ちょっと待ってね、私がちょっと作戦じゃない、命令じゃないわ、道具で
魔法の聖水をホイミスライムに、そしてあとは戦ってくれ。あーちょっとね、私ベホイミよりも先にザオラルを唱えて欲しかったんだけど、とりあえずちょっとやばいね。命令でザオラルを、はい、伐採マシン。あ、間違えた。あとはもう戦えばよろしいから、はい、よし頑張ってくれ。あ、ちょっとその前攻撃やめて。大丈夫？大丈夫か。あー、よかった。じゃあ、あー、ダメだな、私が道具で回復するしかないのか。じゃあちょっと特約層で、あと戦って。よし、とりあえずこれで一旦は耐えれると思うんだ。で、次またちょっと、あ、よかった、向こうのマジックポイントなくなったじゃん、イエーイイエーイ。鉄くずを手に入れた。じゃあちょっととりあえず、あ、ここじゃない、ちょっと待ってね。はい、満タンにしときます。満タンにしておいて、あとちょっと魔法の聖水で、まあこれでいいだろう。おーし、進もう。まさかのこんなとこで死ぬところだったよ、やべえやべえ。あ、宝箱、鉱石の力を20個手に入れた、イエーイ。なんかこの辺さ、道が見にくいからね、先の方がちょっとよく見えないからモンスターかと思った。落ちそうになるんだけど、どの辺、まだもっと上の方。あー、なんかなんかなんか爆弾岩ですか、やめてやめてうおー、ぶつかった。メガンテとか唱えないでね、メラミー。こんなさ、爆発するやつらに炎系の攻撃なんかしたらなんか爆発しそうやけどね。うん、大丈夫。何今の、ポワって消えてったんやけど。うわー、メガンテ、あー、やめてくれー。あ、ミスだし、いや、かわいそうかわいそう、自爆したのにこっちに効いてない、しかも弱。あ、でも経験値結構あるね、いい感じいい感じ。さあ、それじゃあ進んでいこうか。爆弾岩って儚いな。ね、てかどこから出てくるのみんな。なんかさ、壁にくぼんでるとこあることない？なんかくぼんどるとこからめっちゃ出てくるんやけど、爆弾岩。怖っ。製造されてくるよ、山から。ほら、もう全然向こうの攻撃当たらんやん。やば。あれだな、モンスターのさ、なんていう、強さの差がさ、激しくない？ここ。いや、まあ、どこもそうか。最初のね、ウッドパークですら、強いモンスターおるもんね。おー、いい経験値じゃないか。言えてない。いい経験値じゃないか。言い直してみた。よし。ちょ、多いよ。邪魔だよ。レベルアップにはいいんだけどね。レベルアップ的にはよろしいのだけれど、経験値も多いし。お、メガンテ。あー、ミス。儚い。儚い命だ。お、最後のあがき。なんなの、爆弾岩って全体的にそういう自爆系の技しかないのかい？よし。転がっ、あー、避けようと思ったのに。全然避けれてない。まあ、とりあえず爆弾岩は勝手に爆発してくれたりしてくれるから、してくれたりしてくれるから。まあ、楽だね。あー、なんてこと。スライムマデュラ。ちょっとこれピンチじゃない？大丈夫っすか？お、イエイ。ありがとう。まさかのメガンテ成功したよ、恐ろしい。成功したらあんだけの威力があんだね。やばい。はい、回復。怖っ。メガンテ怖っ。もうちょっとで私、全滅するところやったってことか。うわー、怖いよー。あとの2匹がミスやったけんよかったものの。あ、そうだ、私ライドできてない。ちょ、マデュラが一回やられちゃったからライドじゃなくなってんだ。ちょっと待って、ちょっと待って。あ、ザラキとかやめてよー。んで、ちょっと。はい、もう一回乗りまーす。これでパワーアップ。お、いいね、いいね。乗ったまま何もしなかったけど。お、ホイミスライムのレベルが上がった。よし。
まだもうちょっと先かな。てか絶対こんなんさ、足元やけどすると思うんやけど大丈夫？ねえ、めっちゃ隙間から熱気くるやろこれ。あの頂上はまだでしょうか。あ、でももうちょっとや。ね、もうちょっと。魔導の力を手に入れた。イエーイ。ね、屋上ボスおったりする？なんか始まった。お、来た来た来た。いいなぁ、なんかそんなさ、ふわふわ飛んで。ヘイ、アンセス、待ってたね。あれを使ってコアへと乗り込むです。どれ？あれを使って。さあ、早くミーにライドするです。え、できるの？お、オーケー。ではでは飛びます。しっかり捕まってるね。お、飛び立つ。おー、すごいすごい、飛んでる飛んでる。え、なに？飛んでないじゃないか。やっぱり私に資格がないから。そういうことかい？怖い、どうしちゃったね。なんでミーに乗れないんです？おーのー、もしかしてアンセス、空中ライドをユーズできないですか？ノープロブレムです。ノープロブレムです。きっとブレインでもヒットして忘れてるだけね。心配はナッシング。こっちまでフォローミー。お、歩いてる歩いてる、なんか新鮮だね。え、歩いて行くの？歩いて行ける場所なのそれ？あ、てか私なんかめっちゃ走ってるしね。キラーパンサー、君の肉球は大丈夫かい？こんな場所をずっと走ってるけどボロボロになってるんじゃないかい？お、いたいた。前みたいにバーチャルコロシアムで空中ライドを覚えてくるです。これって何？え、元からここにあるの？それともパッて出したの？こいつがアンセスならちょろいもんのはずね。頑張るです。グッドラック。なるほど。ほい、ということで今回は一旦この辺で終わりたいと思います。今回も最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。ここに来てやっと空中ライドが。でも水中ライドから空中ライドまで結構早かったね。